レミ先輩、今日もよろしくお願いします。こちらこそお願いします。本日の相談なんですけども、今新生活ということで、その新卒とか、あと学生さんもそうなんですけど、触ることが多いのが TKA だと思うんですよね。多いよね。いろいろ考えることも悩むこともいっぱいあると思うんですけども、厳明先輩的に TKA のリハビリをするときにこれだけは知っておいた方がいいよみたいな、おすすめの何かあれば教えてほしいんですけども。もちろんぜひぜひ。いいですか、私で。よろしくお願いします。お願いします。TKA ってことは基本的に術後じゃないですか。で、私術後、超急性期病院で働いてたので、術後で一番困るのって痛みじゃないですか。痛みっていうのは皆さん生理学で習ったと思うんですけど、痛みは A デルタ線維の痛みと C 線維の痛みっていうのがあって、で A デルタと C 線維何が違うかっていうと、例えば足の小指をこうぶつけたとします。そうすると、その最初に鋭い痛みが走るのが A デルタの痛みで、 C 線維の痛みっていうのは後からじんじん来る痛み、要するにゆっくり遅く来る痛みってことだね。この2つの痛みが術後には強く関わります。そして C 線維の痛みっていうのは感情扁桃体というところの心の影響とかも関与してくるので、ちょっと不安だなとか思うと、その C 線維が働いて、この先生ちょっと不安だなとか、この前回痛かったからちょっとまた痛くされるんじゃないかとかっていうことで、痛みを思い出したりとか、痛みを逆に誘発して緊張させたりとかっていうこともあり得るので、この痛みに対して術後どうやってやった方がいいかっていうのを3つポイントを今日は紹介したいと思います。1つ目はリラックスした状態、緊張させないってことですね。なので持ち方、あとは声のかけ方、そして圧のかけ方、この3つです。ちょっとやってみましょうか。よろしくお願いします。すいません教授、早速ちょっと説明させていただきます。試験書お願いします。まずは、触れ方ですね。触れ方は、設置面積を増やすってだけです。で、設置面積を増やしたいので、よく私がやってるのがここ全体を使って触れる。で、どうやってやるかというと、こうやってかかとの方からこう入れて全体を、で肩を持つ。で、大体はというと、持ちやすいところで持ってこうやって上げていきます。で、それでも緊張するって場合は、よくやってたのが、持ってさらに自分のこの大体を使ってこうやって固定の設置面積を増やします。で、その状態で、軽く曲げていきますというので、曲げていくと、こうやって設置面積を増やしていく、もしくはここの反対の手を使って軽く触れながらやっていくと。で、これでも緊張するという人も結構多いので、どうすればいいかというと、自分の体幹を使ってより設置させていく。ここの手を使って設置と。で、どんどん設置面積を増やして、痛くないですかって聞きながら RM を少しずつやっていくと。特別な技術とかいうよりは、とりあえず設置面積を増やしてリラックスしてもらうと。これが1つ目。2つ目、声のかけ方。膝を曲げてみてくださいっていう、TK の術後は多いと思うんですけど、曲げようとすると、患者さんの中ではやっぱりこうやって曲げようとします、ね、こうやって曲げようとします。で、いてててて、とでその時に曲げてみてって言うと、逆にこうやって背屈しながら曲げてくださいとか、こういう結構緊張して曲げていくことが多いですね。じゃなくて、曲げてくださいって時に、かかとは持ち上げなくていいので、足の裏もそうですけど、かかとをベッドかつけて滑らせるように持ち上げてください、この時足首に力入れないようにねとか言いながらやっていくと、肩へさんの時のこう緊張させずに、緩めた状態でブレーキかけずに、その時少し誘導してあげるようなことですね。そういうふうな誘導をすると、余計な緊張を生まずに RM エクササイズができると。声かけをどうやったらこの人が緊張が取れるかっていう声かけをする。これが特に A デルタ線維の痛みだね。時速がすごい速い鋭い痛みを抑制するに効果的と思っています。で、3つ目、これが圧のかけ方なんですけど、なでなでの刺激っていうのは、この触圧角の刺激っていうんですけど、これは C 線維の痛みと触圧角の刺激は脳で同じ刺激と勘違いします。なので、
軽く触れてあげて痛いところにね。でそのままさっきの接地面積を増やしてあげながらかかとを滑らせに曲げていきますよとか言いつつちょっとこう圧かけるんですね。直圧かく刺激でそのまま曲げていくと相手は少しリラックスしながらで C 線の痛みが直圧かくで抑制されるのでより痛みなく RM ができやすいなとやってる時感じてました。なので接地面積ですね、持ち方で声のかけ方でちょっと触圧角を入れると痛みがより減ってリハビリが進めていけるのでそうするとあこの先生だったら信頼できるかなというのがどんどん信頼関係の構築につながっていいと思います。でそもそも RM ってこう肺外でやるっていうイメージがもう定着してると思うんですね。でも膝の屈曲だったら例えばですよ座ってもらっていいですか、まあ、膝の屈曲で言うと、まあ、ここに傷口があって右足や関節だとした場合にもう足の裏設置させてこの滑らせるようにどの辺まで曲げれますって言ってあとは痛いんだったらここに少し触圧角刺激入れてあげる、そしてもしくは設置面積をこうやって増やしながら安心させてあげながらはい曲げてってっていう風にしてもいいと思います。なので全部肺外でやるというよりはこっちの方が重力使ってやりやすいだろうしっていうのでその人がしやすい環境を作るっていうのも大事だと思います。どうしても術後は緊張してどうしても立って歩くときにこう棒足みたいになるじゃないですか。で膝の屈曲も出ないとだからどんどん膝の RM をしようという風になりがちなんですけどそれは肺外じゃなくてもいいし果たして肺外でこう屈曲が出た時に歩行につながるかっていうとまた別の問題だったりしますから、ただ痛みっていうのがやっぱり一番強くさせると今後 あのリハビリの進み方に影響しますから。なるほど、ちょっと実演も加えて説明していただきましたけども、まずまあ痛みの2種類あるということを考慮しながら、触り方、声のかけ方、圧のかけ方、この3つを考慮しながらやると、しかも肺外にこだわらずに、まあ、C を変換したいなとそういう工夫をしながらやるといいと。今回 TK の話でしたけどこれって他の疾患術後の、でも応用できますよ ね。痛みっていうことに共通してくると術後だけじゃなくてこういった3つの要素のうちどういうを用いてやろうかなとかっていう視点にもなると思いますし、それから最初は意識してやるとオートマチックにできるようになってきますから、そうするとあこの先生は別に痛くならないとかなんでそうなってるんだろうとなった時にあ圧のかけ方なのかな持ち方なのかなむしろバーバルコマンドなのかなとか自分の強みにもなりますからちょっと使ってみてください。参考文献とかこういうのあります？これはですねスポーツメディスン、はい、で持ち方っていうのが確かタイトルだったんですけどそこに詳しく書いてます。我が師匠の園部先生も書いてて鈴木俊明先生も書いててすごく持ち方触れ方っていうのがそれで結構勉強になりますからぜひ参考にしてみるといいかもしれない。なるほど、ちょっとじゃあ調べてみます。本日ありがとうございました。ナイス。半解凍をダイレクトにこうやって動かして痛みがその場で取れてしまえば大腿直筋の半解凍が痛みを拾っていたと高い確率で言えると私は考えているので、なぜかというと小殿筋と聞くと横にあるかのように思いますが実はこの天使部の前方に小殿筋も入ってきます。もう素晴らしいトップランナーは必ずこれを満たしていると。ゲメ先輩、お子さんいますけど今4月になって前入学式行ってくるとか言ってたじゃないですか、どうでした？昨日か入学式だったんですけどその前日に見事にですねうちの子顔から転んで口からこうブワーって血が出たの。うわーこれもう入学式写真どうしようと思ったらマスクコロナで全部隠れて綺麗に写真撮れました。不幸中の幸いです。そう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 。